い、どうもこんにちは、まよです。今日はですね、いろいろ動画でも確認いただいてるかと思うんですけど、いろんなこと明らかになったので、じゃあね、この間っていうかちょっと前までコミュニティでまよが悪ふざけしてたやつについてちょっと一緒に見ていこうかなと思います。これね、私のチャンネルのコミュニティのところなんですけど、ね、この辺でちょっとアンケートハマってて、アンケートめちゃくちゃやってたんだけど、じゃあこれ一体結局何だったみたいなところで一緒に見ていこうかなと思っています。あ、これだね、最近の際どいアンケート内容は The most recent survey with questionable content is、 これね、みんなが一番ここ45%、マヨが何か企んでいる、マヨ is up to something、 これね、正しかったですねいや、なんかお知らせ動画でいろいろ暴かれたと思うんですけど、それに対してみんながどういう反応するかをちょっと前もって知りたかったんだけど、でもなんかちょっと口にするのははばかれるから、ちょっとアンケートで遊びつつ、みんなにバレないように、なんかちょっとあれしてみようかなみたいなでやってたの、これで。じゃあちょっとめっちゃ下行くね。最初の頃のやつ見よっか。この辺かな、配信休止期間どっちが好みみたいな、この辺から多分遊び始めてるんだけど、もうお知らせ動画みんな見てくれてる人がこの動画見てると思うんで、一つ前行くとね、2024年に初めて食べるお寿司のネタ、ファースト寿司 in 2024。 これさ、私マグロ食べたかったの、本当にマグロ食べたかったんだけど、妊娠中ってマグロ食べれないんですよ。食べれないっていうか、まあ、食べるのがあんまり良くないっていうか、そもそも生ものがいまいちダメだから、大好きなネギトロも我慢していて、ね、お寿司屋さんは行ってたんだけど、火が通ってるね、卵とか、あと蒸しエビぐらいしか食べるものがなかった。ハンバーグ寿司とかね、初めて食べたね。マヨコーン巻きとか、初めて食べた。で、やっと、まあ、この動画作ってるタイミングではまだちょっと食べれてないんだけど、やっと多分7月のどこかのタイミングで、私はマグロとネギトロがお家で食べれてるんだと思う。おめでとう、私。はい。で、配信休止期間ね、これ、動画をとりあえず出そうと思ってたから、何出そうかなって思ってたんだけど、結局自分が作れる範囲で作るって感じだったので、週1、5分、10分くらいの動画、やっぱ厳しかったね。すいませんでした。ショート動画はなるべく、毎日も無理だったね。有限不実行。いや、まあ、有限してないけど、っていう感じなんで、まあ、賛成した。はい。もしマヨが炎上したら、いい。これは飛ばすね。もしマヨが爆弾発言したら、If マヨ drops bombs, いけ、もっとやれ !Go drop bombs more! これが 58%。これ、マヨ的には結婚してます。とか、子供が生まれました。アサイが割と爆弾発言かなと思って、これちょっとアンケート取ってみた。それでもついていく。ありがとう。まあ、だいたい8、90% ぐらいがまあついてきてくれるっていうみたいなんで、ありがとうございます。10% どうかな、チャンネル登録減るかな、ちょっとわからんけど、なんかでもチャンネル登録ね、何しても減るから正直どうでもいい。増えたら嬉しいけど、まあ、減るのはもうしょうがない。はい。もしマヨがリア充だったら、これ、If マヨハードパートナー。これね、よし、詳細を語れ。77% ありがとう。OK, give me the details. ありがとうございます。これなんか今回割と紹介しましたということで。あとはまあ配信明けじゃないわ。配信休止明けに多分雑談をバックすると思うから、もうその時に、まあ、答えられる範囲で答えるかもしれないし、答えないかもしれないって感じですね。それでもついていく。だから85%ぐらいの人が、あ、でも大まか 90% だね。ついてきてくれるっていうことで。まあ、ありがとうございます。もうついていかない。活動やめろ。いいよ、ついてこなくって。今までありがとう。さよなら。っていうか、ぶっちゃけマヨは、or to put it bluntly. マヨ is? リア充に決まってる。Of course, she has a partner. 交際人数0人に決まってる。Her number of relationships must be zero! 76% がマヨには相手がいると思っていたんですね。私ね、長い期間一人だったことが少ないですね。
すいませんね、交際人数ゼロではないですね。マヨは多分、マヨ is probably 実家住み、living with her parents、 一人暮らし、あ、ソリテリーライフ、家族以外の誰かと一緒に住んでる、 living with someone outside the family、 シェアハウス、シェアハウス、これね、一人暮らし多かったね。みんなさ、気づかないもんだね。いや、まあでも気づかないか、わかんないか。私、一人暮らししたことないですね。私、同棲して結婚してるんで、一人暮らしはしてないですね。実家はね、もうずいぶん前に飛び出した。一部の人は知ってると思うけど、私、別に両親と仲良くなかったから、飛び出してて、で、同棲して結婚してるって感じ。で、家族以外の誰かと一緒に住んでる。まあ、同棲がこれに入ってたかな。一番惜しかったのこれかな。どうだろう。ガチ恋入りじゃない配信者の場合。あ、これね、リア充だって報告しろ。バレないにしろ。優しくしろ。ガチ恋入りしろ。これね、びっくりしたよ、本当に。ガチ恋入りじゃない配信者の場合って言ってんの。ガチ恋売りしろとかさ。ガチ恋に優しくしろとかさ。いいよ、もう他行って。知らないわって思って見てた。リア充だって報告しろ。報告しろと思って多分みんな思ってないけどね。報告してくれたらいいんじゃないのとか。バレないようにしろはね、でもちょっとよくわかんない。正直ごめん。だからね、アンケート答えた4人に1人以上は私ちょっと理解できない。だってガチ恋してないのになんでバレないようにしなきゃいけないの、ちょっと全然理解できない。よくわかんない。マヨは多分、これね、まあ、50歳ってことにしとこうかな。15 years old。 いや、まあ、でもこれは答えません。これは飛ばします。多分、マヨの配信休止の理由は、The reason Mayo will be suspending stream is probably because 入院するのかも。Maybe she is going into the hospital。 友達が泊まりに来るんだよ。 Her friends are coming to stay。留学するのかも。Maybe she will study abroad. ハネムーンに行くのかも。Maybe she is going on her honeymoon. ということで、こちらですね、一番多かったのがハネムーンに行くのかも。マヨが配信してる時に、いやね、人が来るんだよね。配信環境が整わなくて、って言うてるにもかかわらず、ハネムーンに行くのかも。まあでも多分ここまでのアンケート見てみんな何かを察してたのかなみたいな気持ちあるけど、でもあえてここには妊娠したのかもは入れなかった。出産か、妊娠出産、ほんとマジで生まれてくるまで何が起こるかわかんないからさ、妊娠しました、安定期に入りましたみたいな、芸能人とか VTuber さんとか見ると、って思う、すごいなと思って、だってこの先どうなるかわかんないのに、よく今報告したな、みたいな気持ちになる。それぐらいなんか妊娠ってすごいよ。機会があれば話すし、機会があれば調べてって感じなんだけど、なんかね、無事に生まれてくる確率、そんな高くないよ。だからすごいなと思って。安定期もだって安定期じゃないもん。びっくりしたね。安定期って、5ヶ月、妊娠5ヶ月ぐらいから安定期って言うんだけど、安定期もだって、あれだよ、赤ちゃんが無事に生まれてくる保証ができましたっていう安定期じゃなくて、赤ちゃんがお腹の中で育つ準備が一通りできました っていうだけの安定期。お腹の中の環境が安定してきました。それだけ。だからね、あ、まあだから、一番近いのはね、入院が近かったね、本当はね。初めての入院でしたからね。はい、入院。目が近かったけど、まあでもこの回答の雰囲気で言ったら、ハネムーンが一番正しいかな。って感じでしたね。まあ、これはちょっと、正解のないアンケート。アンケートっていうか、正解のない問題だった。これ最近の気は取れないようなアンケート。これはさっき言ったけど、マヨが何か企んでいる。これはもう正しい。企んでる。悪趣味やめろはね、これ、ちょっとわかんない。多分なんか、ガチ恋系の人かな。嫌だったんだろうね。知らん。いや、楽しい、もっとやれ。
遊んでるわけ通常ってこの辺の人好きこの辺入れてる人好き。マヨが何か企んでるはちょっとマヨのこと理解度高い。マヨはガチ恋してないのにリスナーにガチ恋うんぬ言われることに対して、マヨ doesn't sell romance though in response to listeners complaining about real life love。 これね、これなんかでもショート動画出したかもしれないけど、うるせえ黙れって私は思ってた。Shut up, be quiet。 マヨソートです。まあでもめんどくさいな、待ってよ。これもそう、マヨ thinks it's a pain in the ass。 これも思ってた、この辺は思ってた。まあしょうがないかも、若干あったよ。まあしゃあないけどね、しゃあないけど、めんどくさいし、うるせえ黙れって思ってた。だから、まあ、この辺が、まあ、全部だね。全部思ってた。照れ笑いしてる。まあ、まあ、迷う。迷う、ちょっと魅力的だからしゃあないな、みたいな。まあ、まあでも、基本的には、うるせえ黙れだった。そんな強い気持ちでは思ってないけど、だってさ、私あなたたちにロマンス売りましたかみたいな気持ちでしたよ。売ってたらごめん、それはごめん、記憶ないけど、って感じですかね。お知らせ動画に求めること、まあこの辺はそうね。ということで、コミュニティに私が投げていた質問と全貌内容、まあ、こんな感じでしたという動画でした。結構ストレートにぶん殴ったからダメージを受けた人がいたらごめん。でもなんか別にコビ売る気ないし、いやコビは売ってなんぼですよ、もちろん。でもなんかコビ売り売りで生きていくつもりないので、思ってること言ってみました。ということで、以上、今回はですね、コミュニティに投稿していたアンケートについてちょっと深掘りしていく動画でした。配信休止期間中はもう新しく動画多分出ないと思うんですけど、多分作んないと思うから出ないと思うんですけど、まあね、ショート動画もちょこちょこ出るかなって感じがするので、配信休止明け楽しみにしてくれたら嬉しいです。でもちょっとこれ繰り返し、ちょっと最近繰り返し言ってるんだけど、もしかしたら9月すぐに配信できないかもしれないから、その時はごめん。ちょっともうだって可愛いでしょ赤ちゃん。もうだってお腹の中にいて可愛いのに出てきたら可愛いでしょ。もう無理よ、私親バカだから多分そのせいで配信しないかもしれない。でも配信活動特にやめる気はないから、ちょっとやらなきゃな。すいませんね。そういうことで、見てない動画がある人はぜひ見てた、時間潰してくれたらいいなと思います。どうもありがとうございました。バイバーイ、マヨでした。じゃあねー。チャンネル登録してほしい。何でもするとは言わないが、チャンネル登録お願いします。そしたらニコニコまた頑張る。